はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら新型ホンダアコードです。はい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 、今日もやってまいりました、今日はですね、ホンダカーズ大阪東花園店さんで車をお借りしてレビューしようと思います。早速外装の方を見ていきましょう。新型ホンダアコードということで、こちらの車ね、もう10代目になりますね。いやすごいね、ローワイドなデザインで、かっこいいなと思います。全幅の方もね 1860mm と結構ね広いですよね。ちなみにこちらの車、車両本体価格が465万円の、グレードが EX タイプになりますね。ちょっとライトつけてみました。いやインライン型のね LED ライトかっこいいですよね。すごいねクールな印象があります。フォグライトもね綺麗ですよね。これがミリ波レーダーです。結構ねこの下の方にミリ波レーダーはついてるんですね。これ見えますかね、このグリルの中に、実はねシャッターがついてるんですね。横から見たらこんな感じです。いやでかいわ。全長、4900ミリありますね。ちなみに車高は1450ミリあります。いやこれセダンなんですけどクーペっぽいねこのデザイン。いや本当にね綺麗だなと思います。ホイールはね18インチを履いております。このホイールね特徴的なんですよね。すごいね静粛性が高いんです。ちなみにタイヤはねブリヂストンのレグノですね。このタイヤもね結構静粛性が優れてるということで、いや良さそうですよね。ミラーもねこんな感じですごい綺麗ですよね。こう車がね近寄ってくると、ここでね警告が鳴るような感じのシステムもついております。ドアノブもね手を近づけると少しね分かりづらいんですが、ここに LED がついてます。で今回のねアコードはねこのサンルーフが標準装備ということで、結構ね私このサンルーフ好きなんですよね。ちなみに、ガソリン、まあレギュラーガソリン対応ということで、お財布にも優しいですね。後ろから見たらこんな感じです。いや綺麗な車ですよね本当に。このウィンカーはね、豆球ですね。 LED じゃないですね。あこのバックライトも LED じゃないな。アコードレベルになるとその辺ねちょっと LED にしてほしいなという感じもしますが、いやしかし綺麗な車やな。このリアのねここちょっとねこう反ってるんですよね。このおとなしめのねこのメッキ使いもその辺がねさらにね高級感があるなという感じがしますね。マフラーはねこの右側にあるんですが、外からはね見えない仕様になってます。ほらあるっしょ。あ下回りすごい、結構ねパネルでフラットになってますね。これねダンパーがねついてるんで、すごいねこれボンネット大きかったんですけど、これきっとだいぶ重いと思うんですよ。それでもね軽々と上がりました。ボンネットにもねパネルがついていて、それもね消音材になってるということですね。でこのボンネットがね優秀なのは、事故した時にもし人をね跳ねちゃった時にこれがボンネットがボンとね上がるらしいんですよ。そのボンネットがね上がる衝撃で、人を少しでも助けるという機構がついてますね。では内装の方を見てみましょう。はいではお邪魔しますと、結構車高低いんやな。内装の方はねこんな感じです。いや新車のね革の匂いがしますね。こんな感じ。やっぱサンルーフがね明るくていいなと思います。でこのシートねすごい幅広です。この顔張りのシートなんですけどね、少し硬めかな、少し硬めでメッシュになってるんですよね。生地のねパターンもいろいろね考えられてる感じですよね。ドア周りもねこの木目調のこういうのがね結構高級感がありますね。で手がね触るこの辺ね結構ソフトなねほらプニュプニュしてます。でドリンクホルダーのスペースもドア周りにありますね。ハンドルもなんかこの肌触りがええわ。すごいねいい革を使ってるなという感じがしますね。でこのコンソールボックスがね大きいんですよね。ほらあーこんなんなってんの
中にね USB プラグが一つあります。このシフトレバーがねなくなってボタン式になってますよね。今回ねこのドライブモード、これがいいみたいなんですよね。サスペンションの硬さもこのドライブモードで変わるということですね。ちょっとエンジンつけてみましょう。ヘッドアップディスプレイ完備です。今このパワーボタンつけたらねシートが動きましたね。このドライビングポジションにね合わせてくれると。ドライビングポジションの設定はこの2つまでできますね。あ、動いた。このナビは標準装備ですよね。なんかね大きさに対して画面が少し一回り小さい感じがします。音にこだわったらしいです。あ、この中チキチキ感がね気持ちいいですね。なんか運転しながらでもね操作しやすい感じです。なんかエアコンも良さそう。これねプラズマクラスターついてます。でこの下にね隠れ、ほら隠れ USB とこれ G ね、無接点充電、これ携帯電話とかね充電できます。全体的なね質感はかなり高いなと思いますが、やはりね少しモダンな感じでつるっとしたねメタリック感もありますね。ちょっとおおライト付きおお、閉めるとこんな感じやっぱ今日は開けときましょう。ちょっと後部座席乗ってみます。お邪魔します。とこの後ろ座席の方がこのなんていうの、この太もものところの盛り上がり感がねいいですね。天井がね少し低めかな、まあ、でも私ちょっと座高が高いんでね。で先代のモデルよりね5センチ足元が広くなってるということですね。あ、いや、 やっぱねこれ後ろに乗る車かな。日差しも出てくる。後部座席はスポットライトがついています。アームレスト、ここはちょっとねプラチック感がありますね。なんか木目シート貼っといてほしかったな。まあ、あらゆるところにね USB がついてると、まあ現代カーだなと思います。ちなみに後部座席にもねシートヒーター完備ですね。でこの天井にあるねこの謎のポッチ、運転してる時にね雑音をなんと打ち消すスピーカーらしいんですね。まあノイズキャンセリング機能ですよね。でさらにねそれだけじゃなくて、このドライブモードねスポーツモードにするとなんとね疑似サウンドが出るらしいですね。エンジン音が出てくるという機構にもなってます。はい、いかがでしたかね。ホンダアコード、いやなかなかね、洗練されたデザインで内装の方も綺麗でいいなと思いました。いや試乗がね楽しみですね。私の動画が面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでホンダアコードでした。じゃあね、バーイ。ホンダ新型アコードということでね、今低速で走っております。いやーかなりの静粛性ですね。ちゃんとねナビしてくれますよね。200m 先左と。いやこのヘッドアップディスプレイやっぱいいわこれ欲しいわ。いやこれモード切り替え楽しいわやっぱスポーツモードにするとね急にエンジン音が。いやハイブリッドカーって面白いですよね。足回りが硬くなって、ね、よりあのコーナリングとか楽しみながらしかも燃費を稼ぐという感じかな。あ、すごい静か。あ、これなんか変な感じで、このスポーツモードはねこの疑似音がこっから鳴ってるということで